全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタクです。さあ、今日の動画なんですが、家族とその息子が引き起こしたえげつない事件の話なんですけど、まあ、内容がなかなかえげつないので閲覧注意です。結構シリアスで残酷な内容になっております。まあ、皆さん家族と聞きますと常に一致団結できる、世間が敵になっても家族というのは味方でいてくれる、そんな言葉をよく聞きますよね。家族団らんなんて言葉もありますね。しかし時にはその脅威そのものが家族になることもあるんですね。まあ、今コロナの影響もあって引きこもりの数が増加するんじゃないかなんてことも言われてます。今回はそんな自堕落な生活を送っていた息子に対し、限界を迎えた家族が全員で殺害を計画し実行したという忌々しい事件を紹介します。詳細です。1935年、4人で暮らす家族の息子があまりにもだらしなく、家庭内での言動も目に余るものがありました。何度も何度も更生を試みますが、ついに家族は限界を迎えてしまいます。これかなり昔の話なんですが、ちょっと後半に時代背景も含めてお話しますんで、最後まで聞いていただければと思います。なのでこの当時は、まあ、本格的に戦争が始まる前ですんで、まあ、そういった専門医とかそういった機関がなかったんですよね。ではその家族はどうしたのか。なんと家族全員でこの息子に対し保険金をかけて殺そうと計画します。まあ、これいくらだらしないからってそこまでやりますか。しかも殺害するだけではなくて保険金もかけるというね、しっかり得をしようとしてるっていうね。でこの事件ですね、あまりにも残酷だと言われた理由として、殺害に関しては4度、まあ、5度と報道したとこもあるんですけど失敗してるんですね。ではまずその詳細です。1度目、まず毒殺ですね。この父親が意思をしたんで毒物を入手することが可能だったんですね。まず家で鍋をしたんですけど、その時息子の取り皿に粉末の毒物を入れます。でもその毒物っていうのが溶けきれずにそこに沈んでしまって、この息子っていうのが何ともなかったんですよ。聞いてわかると思うんですけども、なかなかの強運なんですよね。そして2度目、ここで妹に協力を求めます。最初は考え直すように説得していたんですが、両親はいやもう絶対殺すと覆らなかったので協力するんですね。じゃあもう溶かすとダメだということで、次はコロッケにもう致死量以上の毒を入れてしまいと、これ実行します。その夜ですね、こう息子はコロッケを食べませんでした。まあ、この理由なんですけど、あの嫌いだったって、なんやそれっていう感じなんですけど、なぜか食べなかった。この理由も後でちょっと分かってくるのかなと思います。そして3度目、じゃあ次は病院で治療と称して注射を打とうと、しかも医師なんで病院って怪しまれないんですよ。そこで見習いの看護師にこの毒物の入った注射なんですけど、これを治療薬と偽って静脈に打ち込んでくれって言ったんですが、これちょっと見習いを舐めすぎてたんですね。この見習いの看護師がなんでこんなものを静脈に打つんだろうと思って、お尻の筋肉注射に変えたんですよ。実際に毒物は注入されたんですが静脈じゃなかったんで何ともありませんでした。そして4度目、もうこれは原点回帰やということで、怪しまれていない妹に毒を漏らせます。1度目、これ量が少なくて失敗。次は量が多すぎて吐き出して失敗してしまいます。これで合わせて5回なんですね。こう見ると殺害の計画ってなかなかうまくいかないんですね。でちょっとここで関係はないんですけど、よくヒ素ってあるじゃないですか。あれで毒殺するシーンってアニメとか映画であるじゃないですか。でちょっとそのことについて調べてみたら、致死量にするのにまず1円玉2枚くらいの量が必要なんですよ。しかもメタリックのような味がするから、なかなかそれを溶かすだけでも大変だそうですね。まあ、ああいう料理に盛る時ってこう形を崩さないようにしたりするじゃないですか。なんかアーモンドの匂いがするとか言いますけどね。そして5度目、まあ、厳密に言うと6度目ですね。こっからでございます。もう毒殺では無理だと家族は判断しました。家族は包丁で刺して強盗に襲われたように見せかけようと計画します。まあ、これ具体的な殺害方法と、殺害後に強盗に襲われたと届け出る人の人相、そして着衣年齢などですね、まあ、家族全員で緻密に打ち合わせします。そしていよいよ計画が始まりました。まず息子が帰宅すると、父親は説教を行います。そして妹を呼んで、計画はこうでした。当時の遊びで手ぬぐいで両手首を縛って、それを自分の口で外せるかゲームっていうのがあったんですよ。これを自分でやらせて縛らせようとしたんですね。これちょっとひどいですよね。まあ、まさに警戒していない家族だからこそできたことなんですけど、ゾッとしませんか。その後自分が殺されるために手を自分で縛ってるんですよ。これ恐ろしいですね。ここで結び終わると、待機していた母親が一気に息子の首めがけて包丁刺します。刺された息子はすぐに悟ったんでしょうね。こう言いました。母さん、俺が悪いんだ、許してくれと何度も叫びます。しかしこれを聞いてももう止まりません。何度も何度も自分の息子の胸、そして体中を突き刺します。でこれもう息子は途中で、俺のことを殺してもいいから水だけ飲ませてくれとお願いしたんですよ。しかしその願いは叶いませんでした。結果ですね、刺し傷が17箇所、切り傷5箇所、息子は死亡してしまいます。ここ聞いただけでもゾッとするんですけど、これ何が怖いかって、この計画が立てられてから実の家族を家の中でずっと殺そうとしてたんですよ。その空間が家の中にあったんですよ。ものすごい不気味だったと思いますよ。で結局後
日このような新聞記事が出ます。強盗による殺害、なんとですね家族の計画通り強盗によって殺害され犯人は逃走したというふうに新聞の記事が出るんですね。まあ、しかもこの時ね新聞とかのメディアが誇張して書いたり想像でね着色して書いたりしていたらしくて、事件前にこの家をうろついている、まあ、家族がでっち上げた目撃証言と全く同じ不審な男を見たみたいなのがめちゃくちゃあったんですよ。いや本当の誰やねんですよ。そしてまあ警察は捜査を続けるんですけど、まあ犯人の見当もつかない、これは迷宮入りするんじゃないかというふうに言われてたんですが、ある一言で全てが発覚します。それがこの家族の父親が、すみません死亡届早くもらいたいんですけど。はい、この一言で何かおかしいと気づいた警察が調査をします。するとこの家族の殺害された息子には今の金額で1億3000万円の保険金がかけられていたんですね。異常に父親がこの死亡届っていうのを欲しがって、まあ理由を聞かれた時に保険金がかけられてるんですよねって答えるんですけど、警察が金額を聞いたらしっかり嘘ついちゃったんですよね。だからもう父親の爪がずっと甘いんですよね。でこれちょっと豆知識なんですけど、保険金これ当時の金額の言い方で6万円、今で1億3000万円。昔と今の単位どうなっとんねんってちょっと困惑しましたね。ちょっと金額は変わるとは知ってましたけど、こんなに違うもんかって思っちゃいましたね。でここで少しね、まあ、そういった死期を予兆することってあるのかなっていう話なんですけど、知人に対してこの息子が、世の中がつまらなくなった、俺は死ぬかもしれない、せめて線香の一本でもあげに来てくれ、もし生きてたらもう一回来るからというようなことを言い残してるんですね。だから殺害の計画にもしかしたら気づいていたのかなと、それとも何か感じていたのかなというところなんですよ。まあ、なんか全員の空気を見ると不穏なのが漂ってるっていうのは気づくと思うんですよね、家族だったら。そういった中で家族の中じゃなくてよそでこういったことを言ってたって聞くとね、ちょっと悲しいですよね。でその後結局3人は逮捕されるんですが、父親が計画したっていう風になったんですけど、この父親ですよ、実は妻が一家のために不良で手に負えぬ息子を殺害しようという相談を持ちかけてきましたんで、他の子供たちの将来のためには手にかけることもやむを得まいと答えておきましたね。とね、死亡したのは嫁ですみたいなことを言い出したんですよ。まあ、それと同じくして妹はねやはり耐えきれなくなって出頭します。なんかちょっとここもね歪んでたんでしょうね。父親は母親のせいにしたじゃないですか。でもこの妹は私が殺しました、両親は関係ないですってことを言うんですよね。まあ、胸が痛いですよね。しかもこの父親過去にも事件を起こしてることが発覚して、まあ、この父親医師だったんですけど、自分の持ってた病院があったんですけど、まあ、経営難に陥るんですね。で病院を売ろうとするんですけど売れない、じゃあどうしようということで、なんと自分の病院に火をつけるように命令して火災保険を騙し取ろうとしたことがあったんですね。まあ、同じように保険金目的、一見ね不良息子への怒りが爆発して起きた事件かに思われたんですが、これを聞くと実はそうじゃなかったんじゃないかというふうに思えてきますよね。結果裁判では父親が死刑、母親は無期懲役、妹は懲役8年が求刑されました。まあ、これ最終的にね妹だけ懲役6年になったみたいですね。はい、というわけでこれが家族が家族を襲った日大生保険金殺人なんですが、まあ、この事件今回紹介した理由もですね、事件聞くだけでもうわーっていうふうになりますけど、まあ、なんか正直今の世の中家族が家族を殺すってなんか聞いたことあるなとか、最近もそんな事件なかったっけって感じた人多いと思うんですよね。ただこれ当時ですねものすごく話題になって、どこの新聞も取り上げたんですよ。戦争前とか戦時中の日本っていうのを想像すると、映画とかドラマでもお母様お父様とか父上とかって息子はそう呼んで、まあ、ちょっと亭主関白じゃないですけど家族は絶対的な絆で結ばれている、ましてや家族が家族を殺す、しかもそれが保険金目的で、そんな事件まず考えられなかったんですよね。だからこの家族が逮捕されても家族だけじゃないと、犯行をほのめかして奴がいるって捜査されたりとか、警察内部にも共犯いたんじゃないかって疑われたぐらいなんですよ。でも結果家族が殺害していたんですね。でちょっと思ったのが、いつからね親が子を殺す、その逆もありますよね。最近だったら生まれたばかりの子供をね公園に埋めるっていう事件ありましたよね。そうなっちゃったのかなと思いましたね。まあ、それがよくある犯罪のような認識になっちゃったのかなってちょっと悲しくなっちゃいますよね。文明は一部のものにより進化し、それ以外の人類は退化しているなんてことも言いますけどね。まあ、親子というのは唯一無二です。尊敬の意を忘れずに、無償の愛に当たり前ではなく感謝で接することができれば素敵ですよね。今日は以上でございます。このね戦前初めて起きたと言われている家族殺し、この事件を聞いた皆さんの感想をコメント欄にお願いします。今日は以上です。おやすみなさい。